労働時間の短縮、ワークライフバランスの充実、有給休暇の義務化。日本のワークスタイルが転換期を迎えている今、企業は働き方の新しいスタイルをさまざまな形で導入し始めています。山口県美祢市、ここに ICT を導入して業務の安全性や効率化を図る企業があります。昭和29年創業の高山産業株式会社は、社会インフラ、建築物、運輸などの各種サービスの提供、また住宅事業も展開する建設総合サービス企業です。弊社の核となる業務は物を作る建設部門です。県内の公共から民間工事まで幅広く対応し、安心安全な生活をしていただくための社会基盤整備などの都市づくりを手掛けています。他にも山口男女共同参画推進事業者の認定を受け、また働き方改革などでは誰でもが活躍できる山口の企業としての認定も受けております。高速道路の植栽作業や補修工事、陶器の融雪除雪作業などのメンテナンスを行う高速道路事業部、建設資材を大型ダンプで運ぶ運輸部、また昭和41年からは民間車検整備工場も手掛け、今では普通車両から大型車両、重機に至るまでの整備を行っている車両整備部など7部門の多岐にわたる事業を展開しています。土木部では一般国道橋梁整備工事や山陽自動車道のり面補修工事、建築部では美祢市消防庁舎、消防防災センター新築工事などのインフラ整備に携わっています。 R プラスハウス山口は、建築家と建てるデザイナーズハウスを手の届く価格でご提供します。後悔しないための家づくり勉強会も定期的に実施しています。それでは働き方の新しいスタイルについて聞いてみましょう。住宅事業部ではコロナ対策として、遠方にいらっしゃる建築家や業者さんとの打ち合わせで Zoom を使用したリモート会議を行っています。移動時間がやっぱり削減できるっていうのと、時間さえ合ってればどこにいても、インターネットさえつながってれば打ち合わせができるっていうのは非常に大きいかなと思います。あとは時間帯もあまり気にせず、お客さんが家にいらっしゃる時間帯でつながっていいよっていう時間があれば、もうその時間で設定して打ち合わせができるっていうのは非常に大きいのかなと。お客さんの都合に合わせて打ち合わせをあってってなると、日程の調整とかが難しかったりとかやっぱり出てくるんですけど、そのあたりが今までかかってた時間より短い日数とかで打ち合わせが済むっていうようなところは出てくるんじゃないかなと思ってます。掘削工事には ICT 研究を使用し、生産性や安全性を向上させ、熟練工不足の解消や重機との接触事故等を低減するために採用しています。作業日数がですね、ある程度計算できるというか、計算通りの工程が進んでいくというところで、土日とかと休日の確保がしやすくなったというところがあります。機械が安全に動いてくれて、接触事故等が減ったことが良かったかと思います。もう世の中がこういう動きになってきてるんで、自分たちもこういう機会をどんどん取り入れてですね、現場を安全に、スムーズに進めていけたらいいなと思ってます。 ICT 研究が解決すること、それは生産性と安全、そして技術力や人手不足、今や ICT は働き方を変えていく上で欠かせない存在です。